年前、私を終わりを拒んだ君たちに言ったはずだ。生きる限り悲劇は繰り返される。私には彼の声がよく聞こえるよ。もう何もかも終わりにしたいと。ああ、全くもって同感だ。終わりにしようぜ。こいつで。まだそれを抜くと。この非力な暴気で重ね合わせてでも、あの日失ったもんを取り戻す。その誓いに二言はねえ。誓いなどとうに破られたさ。誰でもない君の友の手で。移ろう。あいつはたとえどんな悲劇とやらに見舞われようが、もう終わりにしてなんて殊勝なことは言わねえ。あいつはそんな時こう言うのさ。俺はただ壊すだけだ。てめえがまだのうのうとのさばってるこの腐った世界を。移ろう。ここにいるのはお前だけじゃない。昭陽は、奴の屍はどこへ行った？そんなもんここには最初からねえよ。そこに転がってたのは、移ろ、お前だ。先生、どうやら落第生の俺には宿題が残ってたらしい。行ってくれ。心配はいらねえ。吉田松陽の弟子は俺たちだけじゃねえ。奴らに託すぜ。てめえはもう不死身の化け物じゃねえ。そいつの体に入ったのが運の月だ。望み通り終わらせてやるよ、移ろ。お前もこの馬鹿げた悲劇も。君に私が切れるか。救いたかったのだろう、守りたかったのだろう。君たちと共にここまでやってきた私はよく知っている。友のために死を切り、
死のために友を切り、君に何が残る？辛さ。そこには空っぽの虚ろがあるだけだ。お前にその虚ろを生き続ける覚悟はあるか？俺は空になんてならねえよ。俺の守りたかったもんはここにある。人は虚ろだ。だがそれを知るがゆえ人の中に生き、死をもってさえ滅ぶことなくそこにあり続けられるのか。